どうも、ロベルト本郷です。カザベルトです。明けましてだな。ですね。明けるんだな。年は明けましたね。明けないと思ったけどな、今年は、はい、何も変わらんけどな、明けたところで。変化はないですね。まあないな。これの変化はあるのか。ドリームフェス、超ドリームフェスになってるんですよ。超ドリームフェスだと、はい、ピックアップ選手が全てフェス限定選手。フェス限定選手。でさらに10連ガチャを3回回すと1回無料で10連ガチャが回せるぞ。3回回すとだけない。150。夢玉150か。夢のような話だな。そまた今夢ですね。夢玉だな。はい、ほんまに。まさに夢玉。まあまあ、どんなやつがいるのか見てみよう。はい、リバーウォールさん、ゴールデンホークショット。リバーウォールターン、高速サブマリンディフェンス。みたいな。カルツ。ああ、カルツ。で、ナットレーザーか。ナットレーザー。ね、はいはい、ミラクルフライングドライブシュート。あ、松山君、君好きな、僕好きな松山君。イーグルタックル、でイーグルパス、なだれ攻撃。なだれ攻撃いいっすね。あと属性違うやつが、あ、こっちか、こっちのレビンバージョンの方が。これ誰いるんだ。レビンに、こっちはレビンに、ディアスに、ジトー君か、ジトー君に、で、あ、日野、あ、この日野がいい。あ、日野欲しいですか。これ一番強いフォワード言われてんだよ。え、このゲームの中で、このゲームの中で、え、このゲームで最強のフォワードが日野なんですか。この日野、これこれ、倍速2回転トルネードシュート持ってる日野が最強って言われてるんだ。そうなんですか。これだ、よし、俺の力を見せてやる。10回ガチャある。お、なんだ、あ、やっぱ、あ、タコ3つ上がってますた、あ、タコ3タコ3タコで3タコで、ケマリかな、なんだこれ。ケマリですね、多分。ハッピーニューイヤー出てるやつね。ハッピーニューイヤー、これ、はい、どこで試合してんだこれ。あ、でもさ、燃えてる系シュート、オーラ出てます、オーラが。よし、オーラオーラ、いくぞ、シュートー、た、赤ホット、赤ホット、金ホット、おお、これ来たね、いいです、流れてる、いい流れちゃいますね。絶対 OK、 おっと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 、日野来る、日野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 じゃないかこれ、日野、日野来るかもしれませんよ。日野の2トン買います。あ、おい、あ、すまん、でもメインキャラだ、まあ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 、じゃ今回メインキャラだ、まあまあ、一発目に来るかね。レビン来ました、一発目か、まあまあまあ、よし、レビン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 、あとは、あ、ゴ・シュンジン、中国ですね、中国、はい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 、まず、まずだな、まあ一応レビューもう一回確認しますか、してみよう。ニューレビンシュート、レビンシュートのもう一個上持ってますやん。ニューレビンシュート、オフェンシブとディフェンス、おお、両方使いますから、よし、いい落とし玉来た、来ました、属性キラーもありますね。じゃあ次、はい、僕も、よし、最強のフォワード、日野を目指して。まあな、まあ日野狙いだわ。日野狙いでいきたいと思います。じゃあいきますね、こちら。出るかな、多分いけると思う、意外と、今日。なんかな、はい。よし。あ、あ、あ、タコ、タコ。この時点では一緒ですね。一緒。オーラでタコで一緒っすもんね。そうそう、一緒。出る可能性はほぼありますよね。ある。じゃあいきますね。よし。あ、レインボー、あ、来た、レインボー、これ一番、これもっといいんじゃない、もっと、ああ、感動の名シーン、ハイライト、お父さん、フェニックス、フェニックス、でも1個、でも1個なんです、ここまで来たら1個なんです。でもほら、いいやつ来るかも。ラスト1、ラスト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 、アモロ、アモロ、最後に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 、見届けよう。あ、ディアス、ディアスか、ディアスでも、あの、ドリームフェス専用のキャラだもんで、フォワードと、2ポジションになってますよ、2ポジション。まあ、とりあえず、まあ、まあまあドリームフェス用のキャラが出たってことですけどもね。そうだな、レビン、ディアス、ディアスと、まあ悪くはなかった、悪くはなかったです、悪くはなかった、悪くはなかったですけども、うん、まあです。そうそうそう、あのお年玉もらったけど、はい、あ、パッて中見て、あ、1000円かみたいな、ってやつですね。